はいどうも皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。今回はですね、大阪にいます。で、この動画はね、関東の人だけじゃなく関西住みの人も見ているので、ちょっと今回はね、下手くそな関西弁で話させていただきます。よろしくお願いいたします。で、自己紹介ちょっとしておきますね、関西の人たちのためにね。私はですね、鉄道系 YouTuber をやらせていただいているエブリータイムという名でやらせていただいております。で、主にですね、走行音とかホームドアとか、あとは乗り鉄系も一応やっておりますが、鉄道系ではいろんなジャンルでの動画で投稿してる感じですね。で、こういう形でね、やらせていただいているので、もしよろしければね、どんどん遊びに来てください。ということでね、じゃあ本題に入っていきましょう。今回はですね、京阪電鉄に乗っていきます。この京阪電鉄は私も結構、中学、高校の時に、修学旅行の時ですね、乗っているんですけども、やっぱりもうこの年になってもね、やっぱり乗っていきたいなーっていうふうに思ったので、ちょっと京阪電鉄に乗り鉄動画としてお送りいたします。それでは行ってみましょう。はい、ホームに着きました。これからですね、この特急列車に乗っていきたいと思います。この列車に乗るのもね、中学生以来のことかな。だから結構今楽しみにしてるんですよね。では早速乗っていきましょう。
はい、山頂駅に到着いたしました。まあ、これでね、京阪電鉄の動画を終わりにいたします。まあ下手くそなね関西弁でしたけども、まああんまり使うもんじゃないですね、やっぱり。まあ関東人はね、関東人らしくね、やっぱりその標準語喋った方がいいですよね。はい、これで終了いたします。もしよろしければチャンネル登録、高評価していただけると幸いでございます。それではご視聴ありがとうございました。